ずいな。どうしよう。よし、任せろ。忍び足だ。ここを越えればノーチラスだ。夢の町。
雲行きは怪しくなってきたかな。あそこから船に乗るんだ。しばらくは雨の時間か。サッツはパルスが憎い？そりゃそうだろう。俺らをこんな目に合わせやがってよ。まあ昔はそうでもなかったけどな。政府のやつら二言目にはパルスの脅威だったの。いつか必ず攻めてくるだの、パルスは魔物の巣窟だの、脅かすばっかりで証拠の一つも出しやがらねえ。俺みたいにひねくれたおっさんは素直に信じられねえわけだ。政府はなんか企んでるんじゃねえかってな。自分が巻き込まれるまではな。考えてみりゃ、パージが始まったのはドッジがパルスのパルシを見つけちまったせいかもな。違うよ。悪いのは全部そうだな、パルスから来たバカどもだ。涙なんかでごまかしちゃダメだって思えば思うほど止まらなかった。風邪ひくぜ。ひかないよ、バカだもん。
特殊機動小隊到着。作戦行動を速やかに開始せよ。はっ。突破しましょう。とにかく駅まで行けばエデン行きの列車が。こんな事態で動いていると。止まってたら乗っ取って動かせば。そのまま政府の中枢に殴り込みか。悟空の敵らしくなってきたな。野良作戦ですから、母さんの仇はスノーだけじゃない。政府にも責任取らせます。戦うって言い出したのはライトさんじゃないですか。遠回りなんかしたらいつ化け物になるか。この近くに地下に降りる入り口があります。もう使ってない入り口だから軍隊も知りません。地下を抜ければ町に入れますよ。わかった。こっちです。サイコムは本気だな。メンツを捨てて警備軍を動員してる。古い排水溝があるんです。中を通れば敵には見つかりません。地下の入り口はその先です。ついてきてください。悪くない勝ち方だ。もう一つ排水溝があります。はっ！
はいけます。大丈夫ですよ。あの入り口を知ってるのは子供だけなんです。すぐに見つかる。応援を呼んで徹底的に捜索するはずだ。じゃあ急ぎましょうよ。この道、町のどこに通じている？あの、奥まで入ったことは。これから探検だな。食料を作る政府のファルシです。確かカーバンクル、あれも敵なんですよね。パルスのルシにとっては
やるか。あいつを潰せば食料不足だ。恨まれるだろうな。恨まれるどころか憎まれてますよ、とっくに。ああ、もう十分さ。食い物の恨みまで背負えるか。これを目印にしませんか。政府と戦うルシなのに政府のファルシを目印に進むなんておかしいですね。気にするな。生まれた時から頼ってきたんだ。食料どころか光も水もみんなファルシに任せてる。実際国君はファルシのための世界なんだろうな。人間なんて寄生虫だか害虫だか。そうですか。人を世話したり守ったり。ファルシって親切ですよ、普通の人には。多分人間が好きっていうか大切でペットみたいに。飼っている。人間は飼われている。そういうことか。私は飼われていた。ファルシが支える世界で生まれて、ファルシがくれる餌で育った。飼われる生き方しか知らなかったから、その生き方を奪われたら簡単に見失った。飼い主に捨てられて迷うだけだ。ホープ、聞いてくれ。ルシにされて私は何もかも見失った。先は見えない。希望もない。考えるのも嫌になって、だから戦った。戦っていれば何も考えなくていいから。現実逃避だ。そんな戦いにお前を引き込んでしまった。
何が何だか。野良作戦はやめよう。どうしてライトさんが戦えって言うから。私は間違っていたんだ。何なんです、戦え迷うなってけしかけたのに見捨てるんですか。見捨てはしない。私が守る。